マイナスショータイム。今回また新たに僕はね、太鼓の達人の叩き方をね、開発そうですしてしまいました。ゾウと中学の花束って曲があるじゃないですか。僕がゾウって呼んでる曲、それを今回片手ロールでやるんですが、僕よくやるじゃないですかみたいな。それを今回はそのね、ゾウでやろうかなと。でその叩き方の名前をマグロがつけてくれまして、その名前がデーデ式連弾。デーデに聞こえるから、だから逆だったらデデー式。ではご覧ください。あ、サイじゃないよ、ゾウだよ。で取った後に気づいたんですけど、太鼓のここがあるじゃないですか。ここなんだ、こっちなかった。中が見える。どこだ。おお、すげえ、こたつの中みたい。うお、なんでここだけ取れてんの。ああ、そんなことどうだっていいんだよ。ご覧ください。まだ練習不足だけどつながった。